なんか絵を描くみたいな。僕ね、キラリさん。あの、ショートライクでなんかやったりとか。ああいう感じでやっぱりやりますけど。わからない。そう。じゃあ、市長もそうだ。それも知らないですけど。この街の使う手にも使いやすいですね。
神奈川県いろんなもんフラッサも七夕のね、有名だあ、おそりがそうですね最高です。都内で行ってきたの。まあ何しろあの、御用邸もあるところですから。御用邸のね、やんごとなき。坊ちゃん的な人多いですからね。僕の顔見るかわかるでしょ。わかります。品の良さ。わかります。うまく口合わせてくれて嬉しいね。使ってんだけいやいやいや頑張ってね。ありがとうございます。どうも。またありがとうございます。よかったら来年またお会いしましょう。そうなんですよ。いや、縁があったら覚えてるね。よろしくお願いします。小倉と申します。小倉と申します。え、何？大さん。大さん。大さん。はい。小倉。みんな、おのじだから。え、縁起がいいですか？ねえ。おのじだから。全部見える感じになるんですか、ね、あ、まあ、あのこの見える感じだけなんで、まあ、あの多分クリスマスのスペシャルが何時か分かんないですけど、あるかなと思って、あとあの日曜日のやつも行かないといけないので、バスをどう避けるかなって。そうですね、普通に、うん、ガーッと来るから、ね、
あの、あっちの方。
それが今年初めての試みということで、私もワクワクしておりますけれども、皆さんに、ね、注目をしていただきたいと思います。さあ、そして今年の駅前のイルミネーション、目の前に日本サマーハウス見えているので、皆さんもご存知ですね。今までのデザインとは一新でしたが、サンタクロースの家のイルミネーションをお楽しみいただきます。このように今広場に大きな大きなサンタクロースの家が完成いたしました。どんなイルミネーションが止まるのか本当に楽しみですね。ワクワクします。今から今年はサンタさんの吉祥寺にロボーという企画がありまして、お子さんたちたくさんのお子さんたちに手紙を書いてもらいました。こんなお子さんたちの願いが届けばサンタさんの吉祥寺にまた来週は地元学校の皆さんのバンドメリー演奏をお願いします。